皆さんこんばんは、安博です。アルティマがね、モータープレート、モータープレート、これね、これが著しくすり減った原因が分かりました。でそれはね、これなんですよ。でカウンターギアの説明書に書いてあるこの OT225 っていうのは、これが入ってなかったんだね、僕はね。なんで入ってなかったかっていうと、ギアボックスを組むときに、ボールベアリングを組んで、それからプラスチックのものを入れるんですけど、そして、ここに OT225 っていうのを入れなさいよっていうふうに説明書で書いてあったんですね。でだからこれを入れたからもういらないと思ってた。ところがよく見てみると、この OT225 っていうのを入れたままここで締め付けるんだね。つまりこのギアボックスの中に、ボールベアリングと OT225 が入った状態で締め付けられていて、それとは別にもう一つここに OT225 が必要だったわけね。で僕はこれがもう入ってるかいらないと思ってこれを入れてなかったんだね。そしたらあんな風にここがすり減ってしまったっていうのが原因なんです。そしてね、シャフトの面まで、ここのね、スプリング入れてかますんだけど、シャフトの面まで締め込みますっていうんで、ね、ここもね、まあ若干一回転ぐらい染み込みすぎたような気がします。ここの向きは良かったんだけどね、向きに注意してくださいっていうふうに書いてあったから、ここの向きは良かったんですけども、ここの、染み込みのところとか、ここの OT22 を、これが入ってなかったのがね、第一の原因だですね。でまあこの OT225 が入ってなかったのがまあの問題なんですけども、僕はここはね、こういうものじゃなくて、ボールベアリングを、ここにかました方が良かったんじゃないのかなっていう感じがするんだけど、強者さんどう？ここに OT225 をねもう一つ入れるよりも、ここにねボールベアリングを入れた方がもっとここの回転良くなる。僕はねそういうふうに思いました。そんなところです。